なんで君はそんなに元気なの私はもうダメくたくた。えだって君とこうやってお正月を過ごせるのって初めてじゃないだからなんか張り切っちゃってそもそも普段家に引きこもってる私からしたら今日はハードスケジュールすぎたの 朝起きて着付けしてもらって君と初詣でデートーって思ってたら人多いし着物苦しいし雪で歩きにくいしもう本当に体力使っためちゃくちゃ疲れたもう今日はまったりしようって何やってるのえ出かけるのどこ行くの今帰ってきたのに。 ねえ私のことを一人置いてくのねえ待、ま、って本当にどこ行くのてか今何隠したの見せてなんで彼女の私に見せられないものなのな,なんでそんな時間気にしてるの誰かと待ち合わせでもしてるのえ浮気女の子に会いに行くの でしてよえなんでさっきデートしてきたじゃん今年も仲良く一緒にってえなんでなんでなんでそんなことするのなんで何も喋らないの私にも興味なくなったの。 じゃあもういいよ行ってきたらいいじゃん私は家にいるから新年早々こんなくだらないことで喧嘩したくないし私だって年始から君のこと殴ったりしたくないもん行くなら行ってきなって私の気が変わる前になんで君はそうやって私のことすぐ不安にさせるの私今年こそは 君に痛い思いさせたりしないようにって君のこと普通の可愛い女の子として愛せるようにってお願いしてきたとこなのになんでなんでそんな何言い訳とか聞きたくないんだけどてか行かないのじゃあ本当に縛るよここでもうこの家から出られないようにしてあげるけどどっちがいいねえなんで撮ってるの は年玉何の話めいっ <laughs> ねえもう本当に嫌だそういうの何なんか TikTok とかでよくあるやつでしょ本当に嫌いねえもう <laughs> 今年こそはやな思いさせないようにって思ってたの バカ許さないもう分かった言ってきなっていいよねいっこちゃんならもう浮気とか言わないはいはい分かった言ってらっしゃいは私も行くの行かないよもう疲れたの今日君のせいでもっと疲れたし 知らバーガー反省してください本当に傷ついたんだからねうんああお母さん会いたいって言ってくれてたんだへえ明日明日ならいいよついてってあげても。 そんな嬉しそうな顔しないでよポアカうんとにかく君はまず姪っ子に会いに行ってお年玉あげておいでんで帰ってきたら私の言うこと何でも聞いてもらうからやだとか認めないからね返事、うん、はいはあうんいってらっしゃいはーいはあ 帰りにハーゲンダッツ買ってこさせてやるんだからふん <laughs>